アダム・セジウィックは、イギリスの地質学者。近代地質学の創始者の一人である。地質年代のデボン紀の名称を提案し、後にウェールズの岩石の地層の調査からカンブリア紀の年代を提案した。ヨークシャー州デントに生まれた。父親は牧師である。ケンブリッジ大学トリニティカレッジに学んだ。イギリスやヨーロッパの地質学を研究した。ロデリック・マーチソンと共に石炭紀とデボン紀よりも古い地層を研究し、カンブリア紀の地層を分類する方法を確立した。1821年に王立教会の会員に選ばれた。1829年から地質学会の会長を務めた。セジウィックは、教の観点からは、宗教的には原理主義者、または福音派で、科学的研究と自らの信仰的立場を区分していた。地質学的にも天変地異説の立場を取り、神の創造行為を信じる立場を取った。ロバート・チェンバースが1844年に創造の自然史の痕跡を匿名で出版したとき、エディンバラレビュー市場やチャールズ・ライエルに宛てた書簡で激しくこの本を攻撃した。チャールズ・ダーウィンはセジウィックの地質学の生徒の一人であり、ダーウィンのビーグル号の航海の間、文通を続けた。セジウィックは、進化論の考えを認めることはなかったが、意見の違いにかかわらず、二人は、セジウィックの没するまで友好的な関係を保った。1851年にウォラストンメダル、1863年にコプリメダルを受賞した。ウィキメディアコモンズには、アダム・セジウィックに関するメディアがあります。ありがとうございます。